こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は生命です。大義名分を明らかにすることです。孔子の中心思想です。孔子は弟子の子路が政治を任されたら何から着手しますかと問われて、必ずや名を正さんやと答えました。大義名分が正されれば政策が立ち、正しく実行されると説きます。我が国にあっては江戸儒教は大義名分論が先行し、封建思想の中心となりました。今から生命を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。